羽田空港ウォーキングスタートです。今回はご近所の天空橋駅から京浜急行に乗りまして羽田空港へと参ります。まず最初に訪れますのは第2ターミナルビルへと入っていきます。それでは電車に乗ってゴー。ターミナル2に到着です。今回の羽田空港のウォーキングですが、くまこさんはちょっと芸術作品を見ながらウォーキングしていきたいと思います。最初の目的はラッパが68個集まった、その音が海外の方の耳に入る日本語の発音を表しているんです。ちょっと静かに聞いてみてください。皆様の耳に届きましたでしょうか。さて、こちらの奥にあります白いシャッターのこの奥が第二ターミナルビルの国際線になるんです。ちょっとここでタイムトリップ。2020年4月にちょっとだけ空いていた時にくまこさんを訪れて写真を撮ってます。何枚かありますのでご覧ください。とっても綺麗な出発ロビーですし、最先端な機械がたくさんありました。またオープンする日が待ち遠しいですね。
いくつかの芸術作品と展望デッキからの飛行機の眺めをご覧になっていただきました。さあ、お腹空いたのでランチにします。今回は伝説のそば屋港屋の冷やし肉そばです。食べた後は徒歩でターミナル1へ行きましょう。地下通路で徒歩で5分ぐらいになるんですが、その他にも電車でも行けますし、モノレールや無料バスなどでも行き方はたくさんあります。でもこの動く歩道がありますので、せっかくですから徒歩で行っちゃいましょう。はい、タイチターミナルビルに到着です。ガリバーデッキへ行ってみましょう。Some stains on your photo. They all cracks on your rusty frame. Stuck in the mud, but it's okay. I don't have the pieces of your home buried in the flashbacks. All these wicked nightmares.
今回の羽田空港ウォーキングは芸術的作品を見ながらのウォーキング、そして展望台からの飛行機の眺めでございました。羽田空港周辺まだまだ見るところがたくさんありますね。少しずつウォーキングしながらご紹介していきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。